ナンバーアンダーラインアイの挑戦ロッキンからドームへファンが心配する過酷なスケジュールとは翔くんの決意ファンの期待に応える壮絶な挑戦8月11日東京ドームは熱気と期待で満ちあふれることでしょうこの日はトベによる復興チャリティーイベントが開催され多くの著名なアーティストたちが出演する予定です特に注目を集めているのは 三宅県、北山博光ナンバーアンダーラインアイ IMP ウィンクファーストトゥレーニーディーパルストゥレーニーそしてトゥレーニーなどのパフォーマンスですこのイベントはスポーツ競技と数曲の歌唱を組み合わせたユニークな形式で行われ利益はすべて被災地の子どもたちのために役立てられる予定です特にナンバーアンダーラインアイの参加については多くのファンが期待と不安を抱いています 彼らは同じ日に開催されるロッキンジャパンフェスティバルにも出演する予定でその後に東京ドームでのパフォーマンスに臨むことになりますこれは彼らにとって肉体的にも精神的にも大きな挑戦となるでしょうファンの一部は彼らの健康と安全を心配し過密なスケジュールが彼らに負担をかけるのではないかと懸念していますしかし n o ー l i n e I のメンバーは 常にプロフェッショナルとしての誇りを持ち、ファンの期待に応えるために全力を尽くすことでしょう。特にリーダーの翔くんは、その強靭な精神力とパフォーマンスのクオリティで知られており、ファンも彼がこの挑戦を乗り越えることを信じています。また、神くんについても、そのスレンダーな体型にもかかわらず、高いパフォーマンス力を発揮することでファンを魅了してきました。イベント当日は、 彼らのエネルギッシュなパフォーマンスとともに感動的なバラードも披露されることでしょうこのようなチャリティーイベントはエンターテインメント業界にとっても非常に重要な意味を持ちます被災地の子どもたちに希望と支援を届けるためにアーティストたちが一堂に会することで社会全体に対するメッセージが強化されますファンもこのような取り組みを支持しイベントの成功を祈っていますさらに 今回のイベントは FC 限定での開催となるため、チケットの競争も非常に激しいものとなっています。多くのファンが当選を願い、彼らの愛するアーティストたちを応援するために全力を尽くしています。また、イベントに参加できないファンのためには、有料配信の要望も高まっています。特にアマプラなどのプラットフォームでの配信が期待されており、これにより多くの人々がイベントを楽しむことができるでしょう。 ナンバーアンダーラインアイのファンは特に彼らの健康を気にかけておりロッキンジャパンフェスティバルと東京ドームでのパフォーマンスの間に十分な休息が取れることを望んでいます過密なスケジュールの中で彼らの体調管理は非常に重要な課題となりますしかし彼らがこの挑戦を乗り越え素晴らしいパフォーマンスを披露することでファンの期待にいられてくれることを信じていますこのようなイベントは ファンとアーティストとの絆をさらに深める機会でもあります。ファンは彼らの努力と情熱を間近で感じることができ、アーティストもファンの温かい応援に支えられてパフォーマンスを行います。この相互作用がイベントの成功につながるのです。さらに、今回のチャリティーイベントはエンターテインメント業界全体にも大きな影響を与えるでしょう。多くのアーティストが一堂に会し、 共に一つの目標に向かって取り組むことで、業界全体の連帯感が強化されます。また、被災地の子どもたちに対する支援が広がり、多くの人々に希望と勇気を届けることができるのです。このような取り組みは、社会全体にも大きな影響を与えます。多くの人々がエンターテインメントを通じて支援の輪を広げることができるのです。今回のイベントを通じて、 アーティストたちの努力とファンの応援が一つになり素晴らしい成果を生み出すことを期待していますこのイベントの成功はエンターテインメント業界全体の取り組みの一部にすぎませんアーティストたちが個々の才能と情熱を持ち寄り共に一つの目標に向かって取り組むことでより大きな影響を与えることができます特にチャリティーイベントを通じて得られる利益が被災地の子どもたちのために役立てられるという事実は 非常に重要です。このような取り組みは、直接的な支援だけでなく、社会全体に対する啓発活動としても機能します。エンターテインメントを通じて、多くの人々が支援の輪を広げることができ、被災地の復興に向けた努力が一層加速することでしょう。また、このイベントは、アーティストたちにとっても非常に特別な機会です。彼らが一堂に会し、 共にパフォーマンスを行うことでファンに対すするる感謝の気持ちを直接伝えることができますファンもまた彼らの努力と情熱を間近で感じることができ応援することで彼らのエネルギーをさらに引き出すことができるのですこのような相互作用がイベントの成功につながります特にナンバーアンダーラインアイのメンバーにとってこのイベントは大きな挑戦となります ロッキンジャパンフェスティバルでのパフォーマンスと東京ドームでのチャリティーイベントの間で、彼らはどのようにして自分たちのエネルギーを維持し、最高のパフォーマンスを披露するのかが注目されています。彼らのプロフェッショナリズムとチームワークが試される瞬間でもあります。しかし、ファンは彼らの能力を信じ、全力で応援することでしょう。さらに、このイベントが成功することで、 今後ののチャリティ活動のモデルととなることが期待されます。エンターテインメント業界全体が一丸となって社会に対する貢献を行うことができるよう多くの取り組みが行われることでしょうこのような活動は社会全体に対する啓発活動としても非常に重要であり多くの人々に希望と勇気を届けることができますまた今回のイベントを通じて ファンとアーティストの絆がさらに深まることも期待されています。ファンは彼らの愛するアーティストたちがどのようにして社会に貢献しているのかを直接感じることができ、アーティストもまたファンの温かい応援に支えられてパフォーマンスを行うことができます。このような相互作用がイベントの成功につながるのです。さらに今回のチャリティーイベントは エンターテインメント業界全体にも大きな影響を与えるでしょう。多くのアーティストが一堂に会し、共に一つの目標に向かって取り組むことで、業界全体の連帯感が強化されます。また、被災地の子どもたちに対する支援が広がり、多くの人々に希望と勇気を届けることができるのです。このような取り組みは、社会全体にも大きな影響を与えます。多くの人々が、 エンターテインメントを通じて支援の輪を広げることができるのですこのイベントが成功し多くの人々に感動と勇気を与えることを願っていますそしてこの取り組みが今後も続き多くの人々に支援と希望を届けることができるようエンターテインメント業界全体が一丸となって取り組むことが重要ですまたファン一人一人の応援と支援がこのような活動の成功に不可欠です 彼らの愛とサポートがアーティストたちの力となり社会に対する貢献をさらに拡大することができるのです。今回の東京ドームでの復興チャリティーイベントはエンターテインメントの力を最大限に活用し社会全体に対するメッセージを強化する重要な機会です。ファンとアーティストが一つになり被災地の子どもたちに希望を届けるために全力を尽くすことを期待しています。このイベントが成功し 多くの人々に感動と勇気を与えることを願っていますそしてこの取り組みが今後も続き多くの人々に支援と希望を届けることができるようエンターテインメント業界全体が一丸となって取り組むことが重要です最後にこのイベントが成功することで今後のチャリティー活動のモデルとなり多くの人々に希望と支援を届けることができるでしょう東京ドームでの復興チャリティーイベントは エンターテインメントの力を最大限に活用し、社会全体に対するメッセージを強化する重要な機会です。ファンとアーティストが一つになり、被災地の子どもたちに希望を届けるために、全力を尽くすことを期待しています。